城北病院は、公益社団法人石川勤労者医療協会が、石川県金沢市に設置する病院、救急国事病院、一般病床224床、医療療養病床90床を備え、血液浄化センターにも、透析病床29床を備える、厚生労働省指定機関型臨床研修病院、 公益財団法人日本医療機能評価機構による病院評価はサード G バージョン 2.0ISO9001 全日本民主医療機関連合会に加盟している2020年6月1日に病棟の建て替えが完了し全面稼働した病院の理念により全ての病室で差額ベッド料を徴収していない以下の8つの患者会がある 二次救急医療を担う医療機関。石川県。2020年5月11日閲覧。病院評価結果の情報提供。日本医療機能評価機構。2020年5月11日閲覧。全日本ミニ連事業所一覧。石川県。全日本民主医療機関連合会。2020年5月11日閲覧。城北病院が。 全面稼働緩和ケア病棟を新設。北陸中日新聞ウェブ。中日新聞ウェブ。2021年9月8日。閲覧。ABC。石川県医療。薬局機能情報提供システム。石川県。2020年5月11日閲覧。病院の外要保険外併用療養費の選定療養について。北病院。年月日閲覧。 患者会、城北病院、2020年5月20日閲覧、ありがとうございます。